こんにちは天馬アカデビア堀秀夫です今日は中国仕入れの方法ですね。日本にいれば、まあ、例えばダイソー商品なんかを売るのがね、一番、まあ、取引件数を稼いだり、えーまあ、無難な商品を仕入れるといった点じゃいいんですけど、えー、例えばオーストラリアアマゾンね、オーストラリアに住んでて取り組むとか、あるいは、まあ、旅行しながらね、えー 稼ぐのに、日本で仕入れられないというような場合、まあ、どんな形でやるかというと、まあ、中国で仕入れてね、で、中国でそのままもう納品準備をしてもらっちゃって、で、オーストラリアに送るというのを考えています。で、その時ですね、まあ、どういう形で仕入れをするかってことなんですけど、まず、初めからね、 オバオあるいはアリババで、えー、商品を買って、えー、テスト販売するという形は、まあ、ちょっと、ね、手間の面からも費用の面からも、えー、あまりおすすめじゃないです。この場合ね、えー、eBay でお試し購入と。は、ま、じ、あ、めはね、えー、儲かるかどうか出すのに1個あるいは3個買ってね、えー、納品するわけなんですけど、えー まあいろいろね、これがランキングどうだからどうだとかっていろいろ分析するよりも、正直中国商品なんて安いんでね、買って実際に売ってみると、あるいはね、買って実際に手元に商品を見てみるというのがおすすめです。もうね、納品すれば売れるかどうかは一目瞭然に分かるわけですし、あるいはね、納品しようと思って実物を見たら、こりゃいくらなんでもね、売り物にしたらダメだろうなという粗悪品が届くこともあると。 ま、ね、まず購入しますでこの購入が、ねえー、eBay の方がおすすめで、えー。タオバとかアリババだと、ね、手数料を払うと安いはずの商品が高くなっちゃうとで。高くならないように、ね、ある程度数を仕入れると。数って種類じゃなくて、ね、1種類のものを3個とか1個じゃなくてじゃあ50個仕入れましょうとかいう形になっちゃいます。でそうやってると、まあ、本当に 売れない商品の在庫ばっかりになっちゃいますしね、えー、通常50個買ったら50個送ってきますのでその送料もかかるんで、まあ、安いはずが商品見つけるまでは全く儲からないと、まあ、儲からないのはいいんですけどね、まあ、経費はかかるは物は増えるであ,のあんまり金銭的にも精神的にも良くないですで、まあ、これどうするかというと ebay 仕入れ、ねえー、まず ebay で商品を見つけて テスト販売が順調だったものを代行会社に頼むという手順がいいですね。で、タオバやアリババではね、50個とか100個のロットが必要な商品も ebay で購入すればね、1個から購入できます。でね、タオバ、アリババも交渉,交渉すれば1個とか3個とかで購入できるんですけど、その場合はね、えー、単価がすごい高くなるのが多いんで、だったら ebay でも初めから買っちゃった方がね、 え全然スムーズだし、安く買えます。あと、eBay で売ってる人の方がね、えー、比較的品質がまともなものを扱ってる場合が多いですね。でただ、この時の問題が、えー、中国からの発送はね、えー、大体3週間から5週間かかります。ねえー、なんで日本と中国と何々でそんなかかるんだとかね、えー、まあ世界、オーストラリアで買っても大体それぐらいかかりますし、まあ、アメリカで買ったことはないんですけど、多分アメリカもそれぐらいかかりますね。 でこれ EMS で発送してもらえば早くなるんですけど、ただね、えー、例えば、まあ、ちっちゃな商品とかでね、送料込み3ドルとか、ね、300円ぐらいで売ってる商品が、EMS を使うとね、EMS の,、e、の送料が大体500円、安く契約してる人も500円以上かかるんで、そうするとね、えー、送料込み300円のはずが800円になると。 まあ下手して定価で EM で EMS 送ると 1, と1300円かになっちゃいますそこまでして早く送ってもらってもねあんまりメリットもないしチャンスを逃してしまうと言ってね急ぐような商品っていうのはまあそもそも中国から仕入れてね US アマゾンで売るとかオーストラリアアマゾンで売るっていうのにはねあんまり向かないんで まあ3週間から5週間もかかるのはしょうがないというのでね、えー、待っていただいた方がいいです。でそれとね、えー、この商品の特性なんですけど、まあ普通にまあ日本とかね大メーカーの商品しか買ったことない場合は、一、まあ、つの商品ってね、えー、大体1社が作ってると。でね、えー、せいぜい真似した商品を作っている会社が数社あるというようなイメージなんですけど、 中国はもう桁が違います。一つの商品ね、100社ぐらいメーカーがあると。でこれ100社っていうのは、オーバーに売ってるわけじゃなくて、むしろ控えめに売ってます。どういうことかというとね、あまり何が売れるんだか分かってないんで、どっかが売れて、いっぱい売れてる商品があるというのを聞きつけると、それを真似します。ね、で、えー、いろいろね、その商品を買ってきて、それをね、3D スキャンしたりとか、 あるいは 3D スキャンとか高尚なものを持ってない場合はね、それをこう原始的に型にね、埋め込んでとかっていう形とか、まあ何しろ、えー、みんな真似して作ると。で例えば、ね、私は中国 EU 行ってみた中ではカメラの三脚とかね、メーカーによってはカメラの三脚ね、まっすぐ立たせることができないとかね、この この部分が普通にピッピッて伸ばすとまっすぐにならなくて微妙な調整が必要とかね。この上の乗せる真っ平らであるはずの部分が真っ平らで固定できないとか。まあそういうのも普通にあります。で、大体、まあ製品によりますけど、大まかなイメージで大きく外れてないです。この比率がね。100社の生産品の品質レベルは、まず5社。5社はね、もうこれは、えー、大メーカーしか。 付け合わない例えばダイソーに卸してるとかねそういうメーカーでもう1回の納品数が数万あるいは数十万じゃないと対応しないとそんなサンプルとか冗談じゃありませんというような形で実質私たちが取引するのは不可能なメーカーが5社ぐらいあると次に5社ぐらい日本市場でも販売可能な商品が生産可能と 普段は作らないにしても、日本市場向けなんで、こういう点とこういう点を気にしてくれと、これはアウトですと言えば、それに対応できるメーカーが5社ぐらい。だから、トップ10%ぐらいしか日本品質、日本市場で売れる品質のものは作れないです。次にその下のね、10社ぐらいは、アメリカ市場で売るにはまあ十分問題ない商品が生産可能と。だから、100社のうち20社。 5社のうち1社ぐらいしか、まあ、まともな商品というかね普通にアマゾン室で使える商品は作れませんで残り80社はね標準的な品質で中国商品って基本的にね大メーカーが管理しない中国メーカーの商品っていうのはだいたい中東とかアフリカのバイヤーがね買ってで本国に輸出してますんで物がいっぱいあって品質のいいアメリカ あるいは、ね、世界一品質に厳しい日本じゃ売れないですねだからもう普通に頼んで、えー、小ロットで対応してくれてサンプルもくれるとで単価も高くないっていうともうこの必然的に80社のメーカーに行っちゃいますんで、えー、そうじゃなくてねいかにこの、えー、10社、ねえー、このアメリカ市場向けに売れる10社の、えー、商品を見つけるかってことですねこれ日本市場でも売れる商品にしますとか言っちゃうともう割高でしょうがないです 例えば、えー、ある商品を、えー、日本市場向けに、ねえー、売っても面白いかなと思って、ねえー、単価を確認していたら単価1000円ですと言って、ね、で売り先はアメリカですよねって言うんでいや日本でも売りますって言ったら日本向けの商品は1800円になりますと、ね、あのアメリカ向けの商品を日本向けに納品すると全部返品されたらしいんですね。 で、日本向けの商品の品質っていうのは分かってるんで、そこまでやると1800円になりますっていうんでね、あ、そうなるともう合わないなというのがあります。でそんなわけで、オーバースペック、日本向けじゃない、日本向けで売れるオーバースペックじゃなくて、アメリカで売る品質。アメリカで売る品質だったらオーストラリアでも問題ないっていか、かなりいいです。で、80社のうちの、まあ上位、 えー、さらに、まあ、20%か30%とかはオーストラリア向けにね、売れるんですけど、まあ、だったらね、えー、そのオーストラリア向けまで品質を落とせば、どれぐらい単価安くなるのか、それをいちいち調べるよりはもう、このアメリカ向けに売れる、えー、品質の作ってるところから取引してね、アメリカとオーストラリアに、ね、売るっていうのがいいです。で、例えばサンプルを仕入れてね、このサンプルと全く同じものが欲しいですと言ってもね、 これ中国の特性として全く同じものはね同じメーカーでも作れないです同じ色とかね、えー、細かいディテールまで全部同じ商品ってのはまず作れないと思った方がいいですじゃあどういうことかというと、えー、各生産会ごとに商品は微妙に変わっちゃうとだからダイソーなんかでもねほとんどの商品は売り切ったらね次に入ってきた商品は包装、えー、も変えてジャンコードも変えて ちょっと変わってます。あれはわざと変えてるんじゃなくて同じものが作れないんでですね、変わってます。それからね、例えば、e、eBay にしろ、代理店にしろ、同じメーカーに頼むとは限らないですね。単価が安いからこっちのメーカーにしちゃおうとか、今、あっちのメーカーの生産終わったから次のメーカーにしようとかっていうので、代理店も変えますし、 何しろ同じメーカーに頼んだところで、細かい部分までは同じ商品は作れないわけですから、サンプルを仕入れて売ったと。そしたらね、この商品は、例えばさっきのカメラの三脚だと、上が真っ平らじゃなきゃいけないと。ねそれからこの下を伸ばした時に、スッとね、伸ばした時に開けておいて平らになって、まあ、簡単に、 水平,えー、水平が取れないと、水平かな垂直か。垂直か水平が取れないと、えー、売り物にならないから、こういうテストをしてくれという指示をして、代理店に頼みます。で通常そういう指示に、ね、対応できないんで、代理店はね、えー、もう中国仕入れは難しいという形になっちゃうんですけど、えー、天板アカデミーではね、そういう点も対応してくれる代理店を見つけてますんで、えーまあ、実物を見て、で ちゃんと指示すれば、それは可能です。まあ実物来た後にね、その実物を送って、まあこう,こういう風にというのをね、まあ動画で指示するのか、スカイプで指示するのか、何しろね、細かいチェック項目を伝えないと、えー、中国製品の仕入れっていうのはね、安心できないと。同じものを何個とかっていう注文したって、同じものが、えー、時間が空いちゃうとね、手配できないっていうのは普通なんで、まあその中国仕入れの 特性はね、気をつけないと、色とかね、細かいディテールが違うとまずいという商品はね、そもそも扱いにくいです。で、まあ、その点をどうするかってことなんですけど、まあ、テスト販売をね、まあ、テスト販売とかテスト仕入れを ebay でして問題ない品質だと。で、これを売ってみたら売れたと。で、次に代理店を使って、じゃあそれを50個なりね、買います。で、50個買ってね、えー、OK だと。 でその50個の品質の注意点をやって、次に、えー、見込みのね、えー、月例えばこれ300個売れたと、そしたらね、えー、仕入れるときに3ヶ月分の900個で9万円という形で、まあ、通常、日本の仕入れの感覚だと大体3ヶ月分仕入れるんですけど、中国の場合はね、えー、保管場所を今回用意してるんで、もう1年分注文したほが無難ですね、売れるものは。 そうすればね、え何しろ、来たものは目で見りゃね、同じ品質のが来てるかどうかわかりますし、えー、あと仕入れがね、えー、例えば、900個買って1個100円で9万円だったとして、これあのー、3600個買うとね、同じ100円で36万円かっていうと、それより割引になって、日本の感覚だとね、まあこの分の割引って2割とか、まあよくて3割ですけど、中国の場合普通に、普通にね、えー じゃあ、あの、3000個超えてるから半額でいいですよと、18万円とかっていうのが多いですで。この場合商品は安いんですけど、日本に送ってもらっちゃうと日本の保管場所も大変ですね、えー、送料が高いんで何よりも、えー、問題なんですけど、えー、中国で、まあこれ保管可能なんでね、えー、保管しといてもらって、で、売れる分だけ納品してもらうという形を取ればね、えー、まあ、同じ商品が 安いい単価でで用意できて売りり続けられるという形になりますこれはあの利用者多くなってきてね保管場所がなくなりましたと広げなきゃいけないっていう段階になったらそのただで継続できるかどうか分かんないですけど、まあ、少なくとも今の段階では、えーまあ、保管場所余ってるんでね、えー、その大量に仕入れてもそんな何万個とかじゃなくてすごい場所を取るもんじゃなければいいですよという話にしてありますで先ほどの 中国の仕入れた時の手数料っていうのがね、えー、1商品。まあ、この商品を仕入れたいですって言ってね、えー、Amazon なり、e、eBay なりの URL を送れば、まあ、それはいくらで仕入れられて、3個だといくら、50個だといくらですよっていう見積もりをくれます。その調べてもらう費用が200円。であと、それを注文して購入代金の10%を手数料と。 で、10%ですけど、最低3000円かかる。だからね、えー、これサンプルで仕入れてると、えー、このそもそもね、えー、検索の200円ってので、えー、これ200円とかね、下手したら200円でサンプル商品が eBay だと買えるというようなもんも多いんでね、まあ見積もり取ってんだったらもう eBay で見つけたんだったらそのまま買っちゃった方がいいと。ね。ただ eBay で買うと、 まあ、1個でね、えー3、3週間から5週間かかって届く。で、それが時間かかるっていうのとね、一、えー、個で届い、あと、えー、当然ね、アマゾンの納品用の、えー、バーコード貼ってとかっていう注文はできないんで、えー、実際の納品の時は、中国の代行会社に頼んで、えー、まあ、アマゾンのバーコードも貼ってもらっちゃってね、で、えー、頼んだ方が、まあ、世話ないなと。 いう形ですただ、えー、初めから代行会社を使うと、ちょっと、えー、費用もかかるしね、やり取りとか考えたら、えー、まあ、あんまり3個仕入れて売れ,る売れたと言った後を頼んだ方が全然効率的だなというのとね、えー、アリババとかタオワオの、えー、業者さん、eBay に出してるところも非常に多いんでね。 だったらね、代行使いで ebay で買った方が全然スムーズで安いじゃんというのもあるんでね、初めのテスト販売、テスト購入は ebay、えー、で買うのがおすすめ。ebay で,で買ってね、同じとこから同じとこから同じ商品をっていう注文の仕方は、そもそも ebay で買おうが、タオババ、タオバオアリババで代行会社を使おうが、まあ、中国のね、特性として同じ商品を、えー 買うというのはね、えー、細かい指示をしてチェックしない限りは難しいというのを、えー、仕入れの特性として、えー、覚えておいてください。また、細かい、まあ、注文店とかをね、えー、実際に買うときにご相談いただければと思います。以上天アカデミー堀秀夫でした